国際司法裁判所が置かれている平和偶。核兵器の威嚇、または使用の合法性国際司法裁判所、韓国的意見は、国際連合総会による核兵器による威嚇または、その使用は何らかの状況において、国際法のもとに許されることがあるかという諮問に、対して1996年7月8日に韓国的意見を下した。 国際司法裁判所の判例である。1940年代に核兵器が開発されて以降国際的な司法機関が核兵器の威嚇または使用の合法性について判断を下した初めての事例である。国連総会の諮問に対して裁判所は核兵器の威嚇または使用は武力紛争に適用される国際法の規則に 一般的には違反するであろうとしながらも国家の存亡そのものが危険にさらされるような自衛の極端な状況における核兵器の威嚇または使用が合法であるか違法であるかについて裁判所は最終的な結論を下すことができないとしたこの裁判所の判断については様々な評価や解釈がなされているニューヨークにある 核政策法律会委員会が設立した反核兵器法律家協会が各戦争防止国際医師会などの NGO とともに1992年に世界法廷プロジェクトを発足させたのがことの発端であった。このプロジェクトは世界保健機関や国際連合加盟国に訴えて核兵器の合法性について国際司法裁判所に韓国的意見を求めさせる。 ことをその目的としていた。1993年5月には、風総会が、1994年12月には、国連総会が、国際司法裁判所に韓国的意見を要請する、胸の決議を採択した。風の旗。風は、国連総会に先立ち裁判所への指紋を行った。1993年5月、風総会は、 国際司法裁判所に諮問することを決議した。その諮問内容を一家に引用する。風総会諮問この風の諮問に対しては35カ国が陳述書を裁判所に提出し、9カ国が他国の陳述書に対する意見を提出した。国連総会。国連総会もまた、その決議49、75件に基づき1994年12月に、 以下の諮問を行った。国連総会諮問風が行った諮問に対しては、1994年12月5日までに陳述書を提出したのは、最終的に35カ国に達した。その内容は、当時非公表であったが、国際判核法律家協会の調査によると、インド、モルドバなど、非同盟諸国を中心に21カ国が国際法違反と主張したという。日本は、 当初、核兵器使用は国際法違反と言えないという記述を盛り込んでいたが、そのことが報道されると、反核団体が反発するなど政治問題化したため、最終的な陳述書からこの文言は削除された。国連総会が行った諮問に対しては1995年5月15日から9月20日までに28カ国が陳述書を提出し、参加国が他国の陳述書に関する 陳述書を提出した。日本は核兵器の使用は国際法の基盤にある人道主義の精神に合致しないと考えるとする陳述書を提出し、フーの指紋に対する内容を踏襲したものとなった。また、10月30日から11月15日にかけて22カ国とフーが口頭陳述を行った。これほど多くの国々が同一の事案に対して、 意見陳述を行ったのは国際司法裁判所開設以来初めてのことであった。風のような国連の専門機関は国連憲章第96条に移行によりその活動の範囲内において生ずる法律問題についてのみ裁判所に韓国的意見を要請することができると定められており裁判所は1996年7月8日に風の要請を 風の活動範囲内の問題ではないとして却下した。多数意見国連憲章第96条一行により、国連総会はいかなる法律問題についても裁判所に韓国的意見を要請できることとされており、このことから国連総会は国連憲章によって裁判所への意見要請を許可された団体とされた。本件では宣言を付した判事が5名。 個別意見を付した判事が3名、反対意見を付した判事が6名と14名の判事全員が個別の意見を発するなど、個々の裁判官の間でも大きく意見が分かれた。多数意見の評価、解釈も多様である。以下裁判所の多数意見を論点ごとに紹介する。国際司法裁判所は核兵器の力を破滅的と表現した。 韓国的意見の要請に応じることを決定する。A 核兵器の威嚇、または使用を特段認可する国際監修法や条約法は存在しない。B 核兵器の威嚇、または使用を包括的かつ普遍的に禁止する国際監修法や条約法も存在しない。C 国連憲章第2条4項に違反し、活動第51条の要件を満たさない。 核兵器を用いた武力による威嚇、武力の行使は違法である。D 核兵器の威嚇、または使用は、武力紛争に適用される国際法の要件、特に国際人道法上の原則、規則や、明示的に核兵器を取り扱う条約、その他の国際約束の下での義務に適合するもので、なければならない。E 以上のことから、核兵器の威嚇、または使用は、 武力紛争に適用される国際法の規則、特に国際人道法上の原則、規則に一般的には違反するであろう。しかし、国際法の現状や裁判所が確認した事実に照らすと国家の存亡そのものが危険にさらされるような自衛の極端な状況における核兵器の威嚇、または使用が合法であるか違法であるかについて裁判所は、 最終的な結論を下すことができない。会厳格かつ実効的な国際管理の下で、全面的な核軍縮に向けた交渉を誠実に行い、その交渉を完結させる義務がある。裁判官公正と賛否賛成を反対をで示した。解釈、評価包括的核実験禁止条約の批准国2012年現在度、条約は発行していない。裁判所は、 この1996年の韓国的意見で核軍縮交渉を完結させる義務があるとした。裁判所は核兵器の威嚇、または使用が国際人道法の原則、規則に一般的に違反することを明示し、二つの原則を挙げた。第一は戦闘員と非戦闘員を区別を確立する原則で、非戦闘員たる文民を攻撃の対象としてはならず、 逆に戦闘員と非戦闘員を区別することができない兵器は使用してはならないという原則である。第二は戦闘員に不必要な苦痛を与える兵器を使用してはならないという原則である。裁判所は核兵器の特性に鑑み、その甚大な破壊力により戦闘員と非戦闘員を区別することが困難で攻撃対象を戦闘員に限ったとしても放射線により、 不必要な苦痛を与えうる核兵器の威嚇、または使用が一般的にこれらの原則に違反していると判断した。しかし、一般的にという就職後は例外の存在、つまり核兵器の威嚇、または使用外法ではない場合の存在を示唆しているとも言える。例えば攻撃対象を戦闘員に限ることができるように威力の小さい核兵器を開発した場合、そうした 核兵器の威嚇、または、使用が合法となる可能性も考えられる。ハンジ・ヒギンズは反対意見の中で、そうした例外についての十分な検討をすること、なくそのような表現を用いたことを批判している。主文 E の解釈は難解である。あまりに難解であることから、主文 E は混乱の極みであり、裁判所の意図がつかめないという批判もある。第一文、核兵器の威嚇。 または使用は武力紛争に適用される国際法の規則、特に国際人道法上の原則、規則に一般的には違反するであろうと、第二文、国家の存亡そのものが危険にさらされるような自衛の極端な状況における核兵器の威嚇、または使用が合法であるか違法であるかについて裁判所は最終的な結論を下すことができないの、一見不整合にも見える。 両ののの関係をどのように解すればよいのか問題であるこの二分を合わせて評決したこと自体が妥当であったのか疑問視する声もある。また国家の存亡そのものが危険にさらされるような自衛の極端な状況という概念はそれまでの国際法には見られなかった全く新しい概念で通常の自衛権行使よりも厳しい要件が求められるのか 一般的に違反の例外的状況を一つ挙げたにしか過ぎないのか適用すべき法規が存在しないこと、いわゆる法の献血を認めたのかなど解釈は大きく分かれている。各拡散防止条約第6条には各定約国は核軍備競争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果的な措置につき、並びに厳重かつ効果的な国際管理のもとにおける 全面的かつ完全な軍備縮小に関する条約について誠実に交渉を行うことを約束すると定められているが主文 F はこの第六条を確認したにしか過ぎないという解釈とこれをさらに推し進めて核軍縮交渉を完結させる義務まで述べている点が革新的であるという解釈とに分かれているそもそも核軍縮交渉の点は 国連総会の諮問事項の範囲外であり、それにもかかわらず裁判所がこの点に言及したこと自体が注目に値する。裁判資料、ありがとうございます。